カズさん、カラフルパラソル10個ありがとうございます。今日も扇風機と共にお送りしております。風に揺れるパセリの髪、ちょっと止めとこうかな、ちょっと邪魔ですね。ベートーベンさんとのイベントというか、特別配信みたいな、特番が決まってたんですけど、私も知らなくて、ベートーベンさんのツイートを見て知りました。だから何も話せることがないんですよね。よかったら皆さんぜひ申し込んでいただけたら嬉しいんですけど、何をするかも何も知らなくて、本当に知らないのでしかもなんか選択について語るっていうのも、よく私はよく分からずマネージャーさんに聞いたんですよ。そしたらプロフィールを見たんじゃないって言われたんですけど、私が洗濯物の畳を得意って言ったの去年のプロフィールな気が、去年というか多分お披露目の時の特技かな、わからないんです。そう、私もよく分からず何も話せることはないので、分からない。だから質問にも何も答えれなくてすみませんが、楽しい時間を過ごしましょう。4日は13時から14時までです。13時開演、14時まで1時間です。よろしくお願いします。ちょっと何をするのかまた分かり次第お知らせいたします。かまちゃんハートありがとうございます。1,2,3,4,5、あら分からん、1,2,3,4,5,6、あらら、1,2,3,4,5、あららら分からない、1,2,3,4,5、ここまで5,6,7,80個。高尾炭治郎さんアイス、かまちゃんアイスと、タコ栄太郎さん、てるてる坊主10個、だるさんハートと、ひろたそさんてるてる坊主、猫さんお疲れ、かめさん虹、りんたろうさんハート7個、だるさんハート100個、こきんさんハート10個、いっちゃんカラフルパラソル20個、ひらりんハートさんハート10個ありがとうございます。そう、ファンの方の顔は映らないらしいです、ズームは。クロさんてるてる坊主ありがとうございます。大吉さんかわいい、トニーさんだるま100個、爽やかさんてるてる坊主なくてカラフルパラソル10個ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お、回転寿司のパフェ食べてきたよ。美味しかったですか？あれ紅茶のアイス入ってますよね。そう、あれなんか昇格特番みたいな、昇格に向けて頑張りましょうみたいな特番らしいので、そう楽しみです。ワクワク。でもベートーベンさんは、ベートーベンさんのイメージは、私はなんかお母さんに聞いてねみたいな、なんか単語を言って意味はお母さんとかお父さんに聞いてねみたいな言ってるイメージがあるので、ちょっと緊張しますね。そういうなんかそういうお父さんお母さんに聞いてねみたいなことがあったら。あとはマネージャーさんの名前を出すイメージがある。この間の4月にあった STU チャンネルの企画会議の時もめっちゃマネージャーさんの名前を出してたイメージがありますね、私の中では。だからちょっとドキドキしますね。ちょっと前髪が終わっちゃった。
あれ、私串どこいたっけな、串なくしちゃった、あった。本日もお風呂上がりでお届けしております。いっちゃんレインボースター2個、山崎さんカラフルパラソル40個、ゆうたくんくま、山崎さんハート40個じゃなくて45、70個、えびちゃんハート10個、クワドリさんレインボースター2個、ゆうたくんトートイ10個、あ、ずっとクマしてた、恥ずかしい、ありがとうございます。マネネの名前は出たことはないと思う。マネネの名前は出ない。マネネじゃない他のマネージャーさんの名前、マネージャーさんたくさんいるからね、まあ、メンバーがたくさんいるから、マネージャーさんはマネネ以外にもいるんですよ。なんかね、サイン会の時にいた方はマネネじゃないです。確かにマナブさんの名前も言ってるイメージある。サトシンさんカラフルパラソル10個ありがとうございます。上半期あっという間に終わりました。すごい充実した上半期でした。去年はね、なんか自粛だったから全然人間と会わない、メンバーと会わない、誰にも会わない、もう常に一人、世界に自分しかいないんじゃないかとか思ってたんですけど、今年はすごい充実してました。デニム履いてた人、いや、サイン会にいなかったです。いなかった。クロさんバラありがとうございます。来てなかった、マネネは。ハリーポッターメガネのひよおじさん、タコ2匹ありがとうございます。楽しい半年間でした。ありがとうございました。上半期の皆さん、上半期1人しかいない、上半期って何。コウさんてるてる坊主2個ありがとうございます。助かります。てるてる坊主、なんか明後日から雨が続くんですよ。雷予報だった、やだ、ジメジメしたら前髪浮くし。ハリーポッターメガネのひげおじさんハート50個、のたさんハート50個、山崎さんてるてる坊主 2匹じゃなくて 2体じゃなくて2個、よしさん花束ありがとうございます。下半期はツアーから始まります。いや、ツアーじゃないな、下半期最初のお仕事はお話し会ですね。みんなと会うのはお話し会。またスケジュール送ります。みんなと、ファンの皆さんと私が一緒にこう何かをするイベント系のスケジュールをまたメールの方で明日送ろうと思ってもう書きましたので送ります。でもそれ以外のファンの皆さんと会わない系というか、レッスンとかリハとか収録とかそういうのも7月すごい充実してるので楽しみです。ワクワクしています。のたさんハート100個ありがとうございます。ともちさんハートありがとうございます。いっちゃんハートありがとうございます。20個、明日もみんなおはようございますしましょう。メールで、明日は何の日だろうね。あ、私のいとこのお母さん誕生日だ。いとこのお母さん誕生日でした。ともっちさんハート100個ありがとうございます。ワク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 、シェーンさん花束ありがとうございます。向かいの門番さんカラフルパラソルありがとうございます。60個、あ、70個、
かった。ありがとうございます。こんばんは。70個じゃなかったかも、100個かもです。数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、100個でした。魔界のママさん、カラフルパラソル100個ありがとうございます。こんばんは。自己紹介は一日が始まってちょっとしてからいつも送ってる。おはようメールと別に送ってます。いつももしかしたらおはようメールの時間過ぎてからメール登録する方がいるかなと思って、お昼過ぎとかに送るとか翌日とかに送るようにしてるけど、どうでしょうか。皆さんもう登録しちゃいますか。そう、今月お話がある。何着ようかね。ちょっと緊張してきた。こんばんはこんばんは本物ですかね こんばんは。葵さんがいらっしゃいました。よろしくお願いします。4日はトップバッターです。たくさんマネージャーさんいじりをしましょう。ちなみに、ちなみに皆さんツイートの拡散もよろしくお願いいたします。葵さんのツイートに本物だったそう、モーツァルトさんです。いやー、こんなお風呂上がりの状態でお会いするのは初めましてですね。4月ぶりにお会いします。一緒にお仕事します。よろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。次回メイクした状態でよろしくお願いいたします。アナゴさん27歳、カラフルパラソル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、100個ありがとうございますめっちゃマネージャーさんの名前書いてるヨネさんと梶川さんを中心に行きましょう。はいそう、さっきちょうどマネージャーさんとその話をしてました。梶川さんとその話をしてました。よくマネージャーの名前いじりがあるよねって話を、ちょうど配信が始まる3分前ぐらいにしていましたので、よろしくお願いいたします。ちょっと前髪が決まりません。いや、止めない方がいいですね。間引いている方がいいかもしれない。ごまかせて。黒さん、小判ありがとうございます。うちはネタ秒で申し込みました。ショパンさんって言われてるいっちゃんレインボースターありがとうございます。めっちゃ星になってる。今日は私は多分見てると思う。マネージャーさん、なんかマネージャーさんよく私の配信見てくださってて、終わった後にお疲れ様って来るので、もしかしたら見てる可能性あります。今日お昼にお寿司食べました。私はお寿司を食べた食べたよ。あ、葵さん、あのツイートし直してくださってありがとうございました。名前間違いの件すいません、ありがとうございます。
マイキューさんが今お寿司作ってる。え、食べたい。何作れるんだろう。ネタは何ですか。お寿司のネタは、私はしめ鯖とサーモンチーズとカツオのたたきとシーサラダと、あとは何が好きかな、そういう系が好き。ハマチ好き。山崎さん、カラフルパラソル20個ありがとうございます。マグロ、カニ。カニのお寿司作ってるんですか、マイキューさん。すごい。カニカマじゃなくてカニ。すっごい。カニがあるお家なの。今日はタコワサを食べました。タコワサの軍艦を食べた。期間限定だって書いてたから、期間限定に弱いので食べました。味噌汁は朝げ、夕げじゃないんだ。どう違うんですか、朝げと夕げって。何が違うの。具、朝げはあれですか、お麩みたいなやつ。夕げがお麩、あの輪っかのやつ。そう、マネージャーさんにお願いしたんですよ、名前が違います。そう、すいません、クレーマーで。私が、ありがとうございます。ああ、赤味噌か白味噌かなんだ。昼毛があるの。昼毛初めて聞いたんですけど、昼毛。昼毛もあるんですか。夕毛が白味噌。昼毛が赤。え、何毛まであるの。眉毛。私は眉毛はあるよ、ちゃんと描きましたよ今日お風呂上がった後に。眉毛は描いとこうと思って。眉毛は今日はなんか、今日もなんか左右非対称の眉毛してる。お風呂上がりでは眉毛だけは描きました。だけじゃないけど、まつげもある。今日はあげてないけど、今日はお休みです。まつげ、あのお仕事ない日はまつげはお休みさせてます。抜けちゃうので挟んでこうやってあげるから、こうやってビューラーで。おみかんさん、かわいい、ありがとうございます。朝毛の毛って何ですか。夕毛の毛って何。何、夕毛の由来を知りたい。夕毛、朝毛、何で毛、どこから来たんですか毛。味噌汁なんで。食事を表す言葉。そうなんですね。朝の食事ってことか。なるほど。朝の食事、夜の食事。あ、野菜ダイヤモンド、そう、今日発売日ですよみんな。水曜日、池田ちゃんと矢野さん発売日です。皆さんチェックしましたか。今日ゆらちゃんから LINE 来て、パセーって来て、なんか秋吉さんとパセリの話をしたよって言われてびっくりしたんです。私が前ゆらちゃんに、秋吉さんメロンジュースの頃から好きなんよねって言ってたら、なんかその話をしたらしくて、
これをお話しし、お花これをお話ししたいということはありますか。何でしょう、何でしょうか。アイスの話をしたいです。私アイスの話をしてマネージャーさんにちょっとアイスの食べ放題企画を提案してほしいです。私が提案しても絶対却下されるので、ベートーベンさんの力でアイス食べ放題企画をお願いいたします。栄太郎さん、カラフルパラソル10個ありがとうございます。食べれるかな。でもズームですからね、ズームだからちょっと画面の外にちょっと画面から離れたり、ちょっと電波が悪いふりしたら食べれちゃう、食べれちゃう。夏だしいいですね。だってやったーやったやったよろしくお願いします。私もマネージャーさんに言っとこう。誰が担当だろう、その日その日担当のマネージャーさんが誰かに寄り添う。あ、でもダメだ、私今アイス禁止中でした。ダメでした、アイス禁止中なんです。ツアー初日まで禁止してるからダメだ。目隠ししてバニラアイスの種類当てる。え、やりたいです、それやってみたい。私モーが好きだからモーを当てたいです。素直のあのカロリー80キロのアイスとモーとソーとスーパーカップハーゲンダッツ、あとはあとなんかスーパーとかにあるあのおしゃれな茶色のなんだっけ、なんとかってな、英語で書いてあるやつ、なんですっけあれ、なんて読むの、茶色の容器でカップで金色の蓋のやつ、あれなんですっけ。今日スーパーでアイスコーナーに行ったんですよ。我慢した、ちゃんと安かったけど。ジャイアントコーンの赤が食べたかったけど見ただけで我慢しました。レディーボーデンかな、そうかも、英語で書いてある L から始まるからそうかもです。あ、アイス好きの方がそう言ってるから合ってる。でもそれ食べたことないから分からん。そう、アイス太るんですよね。そうなんよ。まあでもお仕事で食べるなら0キロカロリーだよ多分。でもな、ちょっとアイス美味しいけどね、糖質高いですもんね、カロリーも高いし。やったー、マネージャーさんに相談してみます。だってやったー、ただアイスだー。私お腹出てないですよ、めっちゃ筋トレしてますもん。しかもそんなアイスをちょっと食べたぐらいじゃ出ない、毎日踊ってるから。私のお腹が見たい方はぜひ4周年の毒グムをご覧ください。やったやった。
きアイス、すごい、キキアイスしてみたかったんですよ。でも一人でいつもアイス食べるから、なんか誰も目隠ししてくれる人いないからできなくて困ってたんです、ちょうど。魔界のモンバーさん、アイス2個ありがとうございます。でもそうは分かりそう、そうは分かりそうだけど、モーとハーゲンダッツとレディーボーデン難しそう。難しそうですね。楽しみ。じゃあ、あやパンはパンの食べ比べでお願いします。さあやんは豚キムチ食べ比べお願いします。すっごい経費のかかる番組になっちゃう。アイス用意して、豚キムチ用意して、パン用意して、愛子ちゃん何が好き？愛子ちゃん梨が好きって言ってるけど、今梨の時期じゃないですね。梨の時期じゃないからね。サーカリンやったらリンゴはあるけどね、今リンゴの時期じゃないですもんね。今なんかリンゴ買ったら結構モサモサしてる。シャキシャキのリンゴが食べたいんですけど、ここ1ヶ月ぐらい。なんかスーパーのやつも時期じゃないから、多分モサモサしてるから、そう、コンビニのあのカットされてるやつを買ってる、たまに。リンゴを食べたい。さやかりに会うたびにリンゴ食べたくなるんですよね。去年のいつぐらいだったかに、レッスン場にリンゴ持ってって、さやかりんと二人食べたんですよ、リンゴ。リンゴ二人で食べたんです。ハイボール飲み比べ、ゆきりかとさやかりん。美味しかった。サンフジを食べた気がする。サンフジとオーリンかなんかを食べた気がします。美味しかった。シャキシャキのやつが好きなんですけど、サヤカリンはなんかモサモサの方美味しいと言ってました、その時。1年前だから、1年半ぐらい前だから、もう好み変わってるかもだけど、その時はそう言ってた。パセリンゴじゃない？パセリンゴかな。サヤカリン、サヤカリンのリンはリンゴのリンです。梨食べたいよね。梨、ビワ、ブドウ、みかん。ビワね、ビワはおばあちゃん家のやつしか食べたことがないです。おばあちゃん家の畑になるやつしか多分食べたことがないかも。こっち来てからあったっけ？この間スーパーで見たらすごいお高くてびっくりしました。今まで箱いっぱいに無料でもらってたから、そっかってなった。ありがたいことだったんだなって。お野菜とかなんかね、おばあちゃん家何でもあるんですよね。お米、長崎のおばあちゃん家も佐賀のおばあちゃん家もお米めっちゃくれて、お米で佐賀のおばあちゃん家お茶もくれるし、あとは大きいザボンっていうすっごい大きいみかんもくれるし、トウモロコシもくれるし、トマトもくれるし、かぼちゃもくれますね。長崎のおばあちゃんちは本当に何でもくれる。レタス、サニーレタス、あとは何だろう、本当に何でもあって、畑に行けば。あとは何だろうな、
めっちゃくれるんですよね本当に。柿、そう親戚が柿農家で果物の、だから柿もめっちゃもらえてました。で近所の人がいちご農家だからいちごもめっちゃもらってて、なんでもあった。長崎行けばいたら、けどこっち来てから全部自分で買わないといけないからびっくりしました。お米は、私お米まだ買ったことがないんですよ人生で。私のお母さんも多分ないと思うんですけど、パックの、 あの砂糖のご飯的なやつあるけど米を買ったことがなくて、いつもあのもらったやつだった。そうおばあちゃんっていつも干し柿が干してあった。あスナップエンドウもあります。スナップエンドウもあるし、他のなんか豆系のやつもあったし、あとはね本当に何でもあった。売り系のやつとかありました。としあさんバラありがとうございます。でもそれは売るためじゃなくて本当に趣味みたいな感じです。売ったりしてないタイプの、だからそんなに畑がめっちゃあってこう育ててどこかに出荷してって感じじゃなくて、本当に家で食べる用のやつの畑です。長崎は、佐賀のおばあちゃんはなんか直売所に出したりしてたけど、あとレンコンもめっちゃもらってました。おばあちゃん家の玄関にレンコンのレンコンはちょっとイントネーションが佐賀だった。レンコンの花とか飾ってある。レンコンの花におばあちゃん手芸好きなんですけど、おばあちゃんが手芸で作ったあのやつの布切れ、布の端の余ったやつでちっちゃいボールみたいなの作って、それをレンコンの花にこう入れるみたいなやつがたくさん飾ってあったりとか、あと私のあのパネル、あのおもこいのパネルも玄関に飾ってあったりとか、あとはいとこの、なんかいとこがあの町のお祭りのポスターになったことがあって2、3年前に、その時にポスターになったやつをバーンって飾ってあるか、すっごいなんか孫だらけの玄関ですお7月4日楽しみにしてます、よろしくお願いします。連絡してくださってありがとうございます。やったやった、ありがとうございます。まこばやさんハート30個ありがとうございます。レンコン、梶川さんに連絡しましたでも私の担当じゃないけど聞いてくれるかな、私の担当さんじゃないけども担当マネージャーさん、ちょっと前髪が本当になんかすごいボサボサになってるよねさっきから。茨みきやさん、かわいい魔界の門番さん、ハート1234567891000個ありがとうございます。多分お風呂上がりでヘアオイルしたからまだ髪がちょっと水分があってこうやってもわもわ広がったりするんだと思います。やだー、失礼します、ありがとうございました。かわいそう、やったね、アイス
山崎さん、だるま、ありがとうございます。楽しみになった。赤井さん、ありがとうございます。黄色井さん、ありがとうございます。緑井さん、黒井さん、灰色井さん、茶色井さん、ありがとうございます。楽しみ。皆さんぜひ7月4日、ぜひぜひ一緒にアイス食べましょう。パセリは一体アイスを食べれるのでしょうか。こんだけ言っといてなんか却下されたらどうしましょう。却下されたら持ち込みます、勝手に。ヘルシーなやつを自腹で。こんばんは。食べれなかったら皆さんだけ食べといてください。私はしっかりアイス禁止を守ります。もし食べれなければ。もう、そう、パン粉が2部で、3部がサーヤンで、4部がコジちゃん、コジコジが4部です。パセリがトップバッター13時からで、パンちゃんが15時からで、ヤッピーが17時からで、コジが19時からです。ヨーグルト食べ比べでもいいな。ヨーグルト、オイコスとパルテノ食べ比べしたい。パルテノ美味しい。蜂蜜、よくレッスンの時とかアイス食べたいなと思ったらギリシャヨーグルトを食べますね。こんばんは。こんばんは。前髪が、オイコスは1号しか勝たんって思ってたけど、パッションフルーツ食べたらパッションフルーツ大好きマンになっちゃったんですよ。1回しか食べたことないけど、パッションフルーツめっちゃ美味しくておすすめです。お高いけど、お高いからなんかレッスンとかあった時のご飯代わりとかに食べてる。180円ぐらいするから、ご飯の代わりに追い越すにしてます。でもコストコに前ミホリに連れてってもらったんですよ。コストコ行ったら追い越すの12個入り10個入りめっちゃ入ったやつで1000円ぐらいだからすごいお得なんです。それが美味しくてたくさん食べちゃいました。去年の秋冷凍したら美味しいです。追い越すアイスみたいになる、濃厚になります。田中美穂さんの今日3回目の配信が始まった、始まりました。田中美穂さん朝と夜と夜3回配信ですね。私今みほりんと自分だけフォローしてるんですよ、ショールーム。だからいつもショールーム中に田中美穂が配信を始めましたっていうのが出てくるんです。見に行ってきます。いってらっしゃいませ。また明日。こんばんは。でもみほりんフォローしてるけど、ただ私メンバーの配信ほんと見てないんですよ最近。ここ数ヶ月ほんとに見てないんです。メンバー見られたくない人が多いから見てないです。よく見てるでしょ、なんかよく言われるんですけど見てないんです。ガチで見ておりません。
みほりんはみほりんのお姉ちゃんがパセリをフォローしてくれてるらしいので、みほりん私がお礼としてフォローしています。私の配信を見てるのか分かんないけど、フォローしてるらしいので、私もフォローしました。そうだよ、今日みほちゃん朝からずっと LINE してる。朝から、今日っていうか毎日してるんですけど、今日朝起きて今から肉まん食べるって LINE 来てて、その後みほりんのメールで肉まん食べましたって来て、でみほりんの LINE でソフトクリーム食べたよって来て、そしたらツイートでソフトクリーム食べましたって載ってて真剣ゼミの気持ちになってました。私が扇風機です。音入ってますよね、申し訳ないです。扇風機なんです。私クーラーが苦手なので、扇風機、この夏も去年の夏もずっと扇風機で生きていきます。ケンマンさん、かわいい、ありがとうございます。そう、岡山行ったらしい。岡山、みほりんと今度岡山行こうってね、5月ぐらいに約束したんですよ。けどまた今度一緒に行きたいと思います。熱中症ね、気をつけてください。みんなも塩分、梅干しと塩分タブレットと水分食べてください。お腹鳴っちゃった。もうなんかすっかりすっかりなんかもうここの肌のメイクしないでも配信しちゃうようになっちゃったから、ちょっと恥ずかしい。みほちゃんね、みほちゃんのお家すっごい行動力があるんです。みほりのママがね、みほりのママが行動力があるっぽくて、前リコちゃんとみほりんとアウトレットに行ったんですよ。みほりんのママの運転で連れてってもらったんですね。でそしたらアウトレットでジェラートを食べてたんですよ、みんなで。美味しいね。そしたら今から山口行かないって、午後4時ぐらいに今から山口に行かないって言って山賊に行ったんです急遽。もともとはなんか山口にあるめっちゃ種類のある100種類1000種類何百種類ぐらいあるソフトクリーム屋さんに行こうってなったんですよ。けどそのお店が5時ぐらいで閉まるみたいになって間に合わないねなって山賊に行ったんですよ。びっくりじゃない？しかもその日先輩の神戸公演かながあって、車の中でみんなで神戸のセルアミと神戸の僕恋見ながら感想言い合いながら、わあめっちゃいいねみたいな、沖前さんの禁じられた2人いいねとか言いながら山口まで行ったんですよ。やばくないですか？それで帰ってきて感じ。そう、行動力の塊なんです。だから私が初めて山口に行ったのはそれ、その時、その急遽の山口だから心構えとかなく急遽山口に行って帰ってきて、でその1週間後ぐらいにリコちゃんと山口の番組に出て新幹線で山口だった。それが初山口の思い出です。待って、私どこまでギフト読みましたっけ。まこばやさん、ハートありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,80個。伊藤ひろしさん、ハートありがとうございます。ふうくん、だるまありがとうございます。山口、あ、今日ね、科捜研の女のね再放送の録画見てたんですよ。私の日課なんですけど、最近の科捜研見てたらハウステンボスの CM が流れて、みほりんと行きたいってなった。
みほりんと中華街に行って食べ歩きしようねって今日の朝急に約束したの。いつかいつか行こうねって。ハウステンボスも行きたいなって思って、いっぱいみほりんの写真を撮ってツイッターに使えるじゃないですか、あのあれ今やってるから。ツイート、伊藤博さんハート100個ありがとうございます。こんばんは。中華街行ったらあのね2月限定のよりよりのチョコみたいなやつがあるんですよ。チョココーティングのよりよりがあって、それをみほりんに食べてもらえて、私も食べたことないけど、あとは小籠包と角煮まんじゅうかな。みほりんと行きたい。みほりんとみほりんのお母さんと行きたい。もしよければみほりんのお姉ちゃんも行きたい。あでもな、人見知りしちゃうな私。魔界の門番さんハートありがとうございます。いっちゃんだるまありがとうございます。2月行きたいけど、2月ね長崎人多いんですよ。ランタンっていうお祭りがあるので多くて人が、しかも来年じゃん2月、まだ先だから早く行きたいので、ビワソフト食べに行きたい。みほちゃんとカステラソフトとか行きたい。夜更かしさんハートありがとうございます。なんか髪についてる、やだ前髪ボサボサ。ビワのソフトクリームはねこの間帰省した時に食べたんですよ。それが美味しかった。ブログぜひご覧くださいませ。いやー前髪ね困る。毎日こうやってなんかどこかしらから増えてくるんですよ前髪って。困ります。ほらよそ者が来る。そう大浦天主堂のところです。あの坂のところにあるやつ、あとあそこにもあります。パーキングじゃない、サービスエリア、サービスエリアにもあるらしい。大村のサービスエリアにもある。もうって。梅雨いつまでですか。もう飽きたよ梅雨。もういいです、間に合ってる。梅雨譲ります皆さんに。私もう大丈夫、満足しました。いりませんか梅雨と何か交換しましょう。アイス、梅雨とアイス交換して、間に合ってますかみんなも。あら梅雨ギフト今日まで、あらそうなんですね。梅雨ギフト1ヶ月間ありがとうございました。たくさん配信を華やかにしてくれてとても嬉しかったです。お元気でまた来年、バイバーイ全然寂しがらない。お別れ。昨日のリコちゃんの動画見ましたか。リコちゃんのなんかポーンみたいなやつ、中間発表の動画見ましたか。ポーンって言ってたから、私もあの動画見た後に LINE で同じ歌を歌って送りました、音声で。ぜひ見てみてください、元気になると思います。リコちゃんのツイッターのあの1日1ワラッコリーってやつの昨日のやつ
今日のやつは何だろう、気になる。毎日楽しみなんですよ私。タルさん、てるてる坊主2個ありがとうございます。夜更かしさん、カラフルパラソルありがとうございます30個。福ちゃん、カラフルパラソル50個ありがとうございます。あと今日私あれ見なきゃ、 TVer と FOD で皆さんクラコ見ましょう。早くりなちゃんのやつ見たい。私録画してるのでこの後見ます。りなちゃんを見ます。勉強しよう。りなパイセン、魔界の門番さん、てるてる坊主2個。まこばやさん、カラフルパラソル40個ありがとうございます。ありがとうございますって今言えてなかったかも。ありがとうございます。うつみ先輩、タタンタンタタンタタンタンタタンタタンタンタタンタタンタンタンタタンチャ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 ン。めっちゃお腹鳴ってる。いやん、もうなんか扇風機さっきより強くなった気がしませんか。なんかここのモーモー具合が増えた気がする。じゃあ次私がクラコン出るときりなちゃんのモノマネしますって言って、あの顔を真似しようか。私はしません。角度かな、なんでだろう、さっきとなんか風の強さ、お化け、お化けかな。めっちゃモーモーになる。全然自動で強くなるタイプじゃないですよ。めっちゃ目が合ってる扇風機と。正面向いてるから、こっち向きだからか、もうちょっとずらせばよかった。失敗しました。ちょっと終わったら移動しときます。絶対お化けいると思います私のお家。だってよく物がなくなるんですよ。物が行方不明になる。あやぱんも言ってた。絶対なんか住んでる。ちゃんと払ってほしいよねお化けも。あれなん家賃、家賃、お化けさ無料で住み着いてくるから。魔界の門番さん、カラフルパラソル50個ありがとうございます。空き巣疑われてる。空き巣でもないです。絶対私の物忘れですね。本当に最近ね、どこに置いたか忘れるんですよ。さっきも櫛どこ置いたか忘れてここに目の前になったんですけど、目の前にあるのにどこにあるんだろうって探しちゃったりとか。めっちゃお腹鳴っちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。聞きたくもね、お腹の音聞かせてしまいました。やだやだ。今日最後に食べたのお昼のお寿司です。お寿司で今日はご飯終わった。だからもうお腹が空いてるんですよ。もうだってね、11時に食べたんですよ。だからもう11時間経ってるから、もう腹ペコです。11時間経って回転寿司です。もう食べないよ今日。明日の朝納豆食べます。私毎朝納豆食べるために起きてる。起きたらとりあえず歯磨きして、で体重計に乗るっていうルーティーンがあるんですけど、それで納豆を食べます。体重計乗った後に食べるようにして。
めっちゃ鳴ってるよ、なんかやば。ちょっとね、しばらくは土曜日のお話し会までにもうちょっと減らしときたくて、今頑張ってるから、お昼たくさん食べたので運動もして夜は我慢って感じで、でもちゃんと食べてます。絶対みんなが思ってるより食べてる。全部報告してるわけじゃないから、普通に食べてるから大丈夫です。職場の大事な試験に合格しておめでとうございます。こんなボソボソな人にお祝いされて、ちょっと整えよう。買わなかった。おめでとうございます。拍手でボソボソをごまかしとこう。おめでとうございます。オートミール食べてますよ。今日は食べてないけど、おやつも食べてないですよ。おやつ食べるくらいならオートミールって感じ。最近、昨日食べました、オートミールは。おめでとうございます。すごい、試験だって。試験ってすごくないですか。私が最後に試験を受けたのはオーディションですかね。あ、違う、セラミのオーディションだ。試験って緊張するよね。みんなも一緒に頑張りましょう。私もなんか試験受けたいな。資格が欲しいんですよね。なんか私今運転免許とモスしかないから、なんか欲しいんですよ。パンちゃんがめっちゃ持ってるから、私も取りたいなと思ってて。めっちゃごめんなさい、お腹鳴りました。いや、何がいいかな。でも私あんまり頭良くないんですよ。あんまりっていうか全然頭良くないので、全然良くないから、なんか賢そうに見えるけど簡単な感じのがいいな。自分のお腹の音かと思った？いや、私です。そう、11時間空腹なので泣いてます。そう、マイクロソフトオフィス、マイクロソフトオフィスモーススペシャリストがモスです。頭文字のモスです。マイクロソフトオフィスの O とスペシャリストの S でモス。でも実践できてないから、資格だけ持ってる状態なので、持ってないと同じです。全然意味ない、全然使ってないです。秘書検定欲しいんですよ。多分パンちゃんが持ってるよね。パン子めっちゃ持ってるんですよ。簿記3級となんかとみたいなめっちゃ持ってるから、私も欲しい。簿記3級は STU 入る前勉強してたんですけど、途中でもうオーディション受かってもう使わないかと思ってお勉強やめちゃったんですよね。こんばんは。やめたんですよ。やめなかったらよかった。でも一応教科書とノートは持ってきた、その勉強してたやつは。でも全然わかんない、貸し方借り方とかなんとかなんとかとかいっぱいね漢字が出てくるの。なんか欲しいけど、でもな、今もうね、私24時間足りないっていう思ってるんですよね。24時間もっと欲しいと思ってるから、資格の勉強始めたらもっともっと足りなくなると思ったら、ちょっともうちょっと落ち着いてからでもいいかなって思ってきた。簿記難しい、あれ分からん。
何言ってんだろうって、なんかね猫が喋るんですよ、その教科書の中で。猫に吹き出し書いてあるんですけど、なんかドラえもんみたいな感じの猫みたいなキャラクターがいて、それがとか、その方、その猫さんが教えてくれるんですけど、何言ってるのか本当に分かんなくて、何言ってるんだろうこの猫はと思いながら読んでました。なんか言ってんなと思って猫が喋っとんなと思って読んでたけど全然分かんなかったです。難しくて毎日何時間か勉強したけど、ずっとそのページを見て前のページに戻って、あ、こういうことかっていうのを繰り返してた。猫見ますか？見せたことある気がする。猫がねいるんですよ、多分猫なんか難しい、わからない漢字を並べられても頭に入ってこなくて難しいなと思った。うん、やっぱ好きなことはさ覚えられるけど、全然なんかあんまりわからない言葉を言われてもわかんないから、あ、そう、え、なんかそう、ゴエモンみたいな名前、それです。え、ファンの方ですか、ゴエモンファン。え、ディスって申し訳ないそう、そういう名前でした確か。でも2年前だからもう記憶がねあやふやなんですよ、その勉強した時期が。ともちさん、 S ありがとうございます。見せたいけどまた今度にしよう。あの今クローゼットの中に入ってるんです。クローゼット覚えたよちゃんと。この間ねクローゼットっていう単語を忘れてて、でももう言えるようになりました。チョコレート検定とかあるの？アイス検定あるかな。何キャッシュフォルムって、キャッシュレスしか分かんない、言えなかった。キャッシュレス、ゴエモン、え、もしどうしよう、この今3156人の方が私の配信を見てたり星集めに来てるんですけど、もしゴエモンファンの方がいたらなんだこの子はって思われる。すみません。「ハリー・ポッター・メガネのひげおじさん」ハート10個ありがとうございます。こんばんは。金の流れのことキャッシュフローで、ほう、アイス検定あるの？受けたい、絶対受かるよ私。でも小豆系とかのアイス食べれないからちょっと厳しいかも。アイス食べたいよ。あの昨日発売のハーゲンダッツジェラートのヘーゼルナッツ、あの緑のやつ食べたい。あとあのジャイアントコーンの赤食べたい。初日終わったら食べます、ミスドとともに。ミスドはもうずっと画像を眺めています。小豆ないです。アイスまんじゅうですか？アイスまんじゅうはずんだ味は食べたことがあるけど、小豆はない。おばあちゃんがめっちゃ食べてた、長崎のおばあちゃんが。夏になったらおばあちゃん家にアイスまんじゅうの箱アイスと、あとあれヨーロピアンシュガーコーンの箱アイスが絶対入ってて、あとパリパリバー、パリパリバーが入ってましたね。でも絶対おばあちゃんねバリバリバーって呼ぶんですよ。スーパーにおじいちゃんがお使い行くときもバリバリバーを買ってきてって言ってた。パリパリバーだよって。いっちゃん、あやさんありがとうございます。ごえもん2年で教え方上達したかもよ。確かに確かに本当ですね。だって2年前のパセリと今のパセリ全然違うもん。ゴエモンも絶対成長してるはずだよね。
信じたいと思います。五右衛門を。こんばんは。ヨーロピアンシュガーコーンね、なんか新作が出てて、レアチーズ味みたいなやつ出てたんですけど、めっちゃレモンな、レモン系のチーズだった。で残りはユナヤナにあげました。もう私は箱アイスがあったら全部食べちゃうから危ないと思ってユナヤナに連絡して、箱アイスいりませんかって言って食べてもらった。スーパーカップの白桃タルト、あれめっちゃ美味しいですね。私も食べたよこの間。いやあれ本当に美味しい。果肉が入っててすごい美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。パリパリバーは8本入りだった。ヨーロピアンシュガーコーンは5本入りだった。そう、白桃タルトめっちゃ美味しいんですよ。食べてください。でもスーパーで買った方がお安い、コンビニより。アイスは何でもそうだけど、スーパーで買ったら安いから、その浮いた分のお金でまた別のアイスを買うのもおすすめです。スーパーカップのあのあれです、スイーツ、ちょっとお高い方のスーパーカップ、普通のスーパーカップじゃなくて、スーパーカップスイーツ、あの乃木坂さんが CM してたやつの新作が白桃タルトです。とっても美味しいです。期間限定なのでおすすめです。ぜひ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 。明治エッセルスーパーカップ、皆さん私の代わりにたくさん食べてください。そう、乃木坂さんが CM してたやつ。食べたい。我慢します、ちゃんと。いやー、毎日食べても太らない体が欲しい。みんな食べたら感想をハッシュタグパセリあのねでつぶやいてください。パセリに飯テロしてください。お高いスーパーカップはん、お高いスーパーカップ合ってる、スーカーパックん、スーパーカップ合ってるか。え、お高いスーパーカップってなんかちょっとなんか間違ってるかと思った。お高いスーパーカップ、え、お高いスーパーカップ合ってるよね。お高いスーパーカップはめっちゃ種類がいろいろ出る、定期的に。スーパーカップお高い。普通のスーパーカップがスーパーで、スーパーマーケット、スーパーで、あのお店で98円だとしたら、お高いスーパーカップは198円ぐらいする。コンビニだと普通のスーパーカップが140円ぐらいで、お高いスーパーカップが238円ぐらいします。多分それくらいだった気がします。なんか私アイスの値段をすごいね、あのね、覚えるのが特技。そう、それくらい高い。ハーゲンダッツ、もう少しでハーゲンダッツってぐらい高い。だからあのご褒美とかに食べてください。そう、スーパーカップスイーツです。合ってる？合ってるかな？明日チェックしようかな。
アイスコーナー見るの好きなんですよ。アイスコーナー見て我慢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 って思って、アイスコーナーからあの遠ざかっていく自分が好き。こんばんは。遠ざかる瞬間のよしアイスに勝ったぞっていうあの時の瞬間が好きだけど、負ける時もある。頑張ります。モンブラン食べたことないな。おすすめはじゃあ今日の、じゃあ今のパセリ的6月30日現在2021年6月31日現在のパセリ的おすすめアイスを発表したら配信終わりたいと思います。はい、まずダントツ、今のダントツはジャイアントコーンの赤。上半期ランキングにしようかな。ジャイアントコーンの赤と、あとは雪見大福、あとは杏仁豆腐の棒がついてるアイス。それはなんかね、ナタデココが入っててすごい美味しいんですよ。で、あとはね、何が美味しかったかな、ローソンの、あ、某コンビニエンスストアの、あの青いコンビニのカップに入ってる、カップに入ってるピスタチオのやつ、もう今多分ないです、もう載ってなかったホームページに。カップに入った緑が、緑の蓋のピスタチオアイス。あとはね、待ってくださいよ。あとあれ、砂糖不使用アイス、ロッテの砂糖不使用のチョコレートのアーモンドの棒がついたやつ、アイスゼロってやつと、あとはパリッテ。でもパリッテは前までは1位だったんですけど、最近ジャイアントコーンがこう何優勢です。ジャイアントコーンの方が今のところちょっとリードしてます。で、あとはね、あ、待って、ギフト読みます。深夜さんだるま20個、夜更かしさんバラ10個、ありがとうございます。その あとはハーゲンダッツのアーモンドキャラメルが出てる分だけで終わりだと思います。スーパーカップじゃなくて、あのハーゲンダッツのアーモンドキャラメルクッキーは本当に美味しいです。あとはね、何だ、あ、ザ・クレープ、ザ・クレープはめっちゃ美味しい。モープレミアムは食べたけど、うん、そんなでした。メールでも送りたいんですけどね、送れないんですよ。あの企業の名前なので、あと商品名だから、メールではねアイスの話できなくて書けないんです。前にね、なんか書いたんですよ。今日は、あ、そう、ずんだアイスの発売日ですって書いたら、なんかダメだった、宣伝になっちゃうからダメみたいな言われて、メール通らなかったのでダメみたいです。ルマンドアイスは結構前に食べました。あとはなんだろう、あれ今売ってないんですけど、もうどこにも、ミホリンも大好きなパリパリバーの、それがサンドアイスになったやつ、それ美味しかったですね。それ美味しかった。うん、コラボしたやつとか、あとは瀬戸内の商品だったらメールに書きます。OK、
けどそれ以外は書けないので、そうなんですよ。長崎とかの特産品紹介とかはメールではできないですね。クッキーみたいな、なんて言うんだろう、あれビスケットかな、クッキー生地のなんか、クッキー生地のサンドみたいなやつ。矢野さんのツイッター載ってて可愛いと思ってきました。嬉しいです、ありがとうございます。でも今日はちょっとお風呂上がりです。あー、やっぱ毎日ちゃんと髪の毛とかしないとですね。ありがとうございます、発売おめでとうございます。モナダイヤモンド、モナさん、こんばんは。パルムのミックスベリー、私ね苦手なんです、ベリー系食べれんくて。パルムはアフォガード味が美味しかった。もうあとは何が好きかな。可愛いと思って来ましたって言われたから、なんか矢野さんのツイートに私の写真あったっけと思ったら、あれか。あれか、あれなんですね、4周年のやつか。私が触ってません、でも安心してください、未遂です。こそっとクワトロ当たりました、おめでとうございます。クワトロ会いましょう、クワトロで。やった、皆さんもぜひぜひぜひ。クワトロもう当落出てるんだ、未遂です。ちなみにリンコちゃんとのキスも未遂です。未遂、リコちゃんとのも未遂です、あれは触れていません、ソーシャルディスタンスキープしてます。ぜひ来てください、ピンマイカーは朝から、朝一発目からピンマイカーで元気を出していきましょう。クワトロ久々じゃないですか、6人のピンマイカー。またマイカーさんと共演したいんですよね。最後にしたのいつですっけ、マイカーさんと。4月で、その前が11月だから、なんかソロハさんと楽屋で一緒になることがなくて、今ソラハさん不足ですね。不足しております。ユニットシャッフルしたいですよね。私さ、ミステリーラインでも、ミステリーラインね全然できてないんですよ、意外とミステリーラインの回数少ないから、もうちょっとミステリーラインしたらシャッフルとかもしてみたいけど、他のユニットの曲もしてみたい、いつかは。前髪が決まらなかった最後まで。シャッフルねしましょうってマネージャーさんにこの間言ってみたけど、多分しばらくはないと思います。ツアーとかの今振りとか、みんなもうそれで、多分それでもういっぱいいっぱいだと思うから、ユニットを覚え直して、レッスンも多分今ツアー優先で、僕隊のレッスンとかもあるから多分ないね。ジョニーさんハートチョコありがとうございます。
あ、そう、投資券もあるんですよ今回。ぜひぜひ皆さん、ピンマイカーにおしめいない方もぜひ投資券で来てほしいなと思います。な、でも起きれるかな、みんな、みんな結構遅寝ですよね、わかんないけど遅寝な気がするよ。遅寝ですかみんな。クアトロピンマイカ、何するかな次は。いつも MC でね、最近あれしてるんですよ、一人だけ違うやつ。あー、もう前髪が決まらなくて嫌だもうやだやだ、鬱陶しい。あれしてるんです、ワードウルフしてるんです。ちょっと前髪本当に嫌だ、嫌だ、ずっといじってごめんなさい、気にしない、こうやって喋ろう。やだ、やだやだ。ピンマイカー、そう、ピンマイカーは最後にかんまたねって言います。あとピンマイカーに来る方、自己紹介の時に今泉とか拍手をします、パーセリーとかしますので、ぜひ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 来る方は、あのメンバーの自己紹介を予習して一緒に叩きましょう。パセリ今泉ユージナヤでって叩きますなんかユリナヤでってファンの方がさ言って、本当に私もずっとじわじわ来るんですよね。ファンの方ユリナじゃないのにユリナやでって言ってるからユリナやでって、あーユリナなんだなと思って聞いてます。みんなの名前ユリナなのかってわかります、私も僕たちの時にやりそうになる。あ、今日の一日一話ラッコリーが更新されている、見なきゃ。パセリアで、じゃあちょっとそろそろ終わりましょう。よいしょ、南の風、南の空、南の風かわいい。今日はリコちゃんに私の笑い声をボイスメッセージで送りました。面白かった。笑っこりになれました。今日も私は楽しかったです。6月も皆さんありがとうございました。お世話になりました。上半期、明日からもよろしくお願いします。明日は多分お風呂上がりかもしれないんですけど。よろしくお願いします。今日1時間半ぐらい話してる、もしかして。じゃあ壇上読みます。壇上読む、もう髪の毛いきます。13位、魔界のモンバーさん。12位ともっちさん。11位佐賀さん。10位しんちゃんさん。9位こうじさん。8位よふかしさん。7位トニさん。6位福ちゃん。5位アナゴさん、27歳、堀川くん推し、わあサイコパスの。4位いっちゃん。3位カメさん。2位とうとうさん。1位ゆうたくん、ありがとうございます。では明日は7月ということで、よいしょよっこらしょ、盛り上がっていきましょう。おやすみなさい。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。
また明日。バイバイ。